一発の原爆で長崎の町の3分の1が焼き尽くされたことを示す8ミリフィルム。被爆後間もない時期に撮影された貴重な映像です。フィルムは東京と世田谷区の医師の遺族が保存していました。このフィルムが公に紹介されるのは今回が初めてです。撮影したのは医師で3年前亡くなった飯倉重恒さんです。飯倉さんは軍医として長崎で被爆、その直後から自分の8ミリカメラで撮影しました。すごい爆弾ができたらしいっていうことはなんかちらっと聞いたことがあるので、その爆弾じゃないかっていうのがまず頭に浮かんだので、周りの様子だけでも撮れたら撮っとこうと。フィルムは爆心地付近の惨状を記録しています。住宅街は数千度の熱線で焼失しました。煙突がかろうじて残る軍需工場も全壊全焼しました。爆心地付近の立ち木は爆風が真上から吹きつけたため倒れませんでした。なぎ倒された鉄塔や破壊された路面電車なども映っています。フィルムの長さは1分程度ですが、長崎では被爆後最も早い時期に撮影された映像です。飯倉さんが学んだ医学は爆心地に入り放射能を浴びた兵隊たちの前に無力でした。この兵隊が2週間ぐらい経ったら下痢をすると、だけど口の中がただれると、おかしいななんて思ってるうちに死んじゃうんですよ。目に見えない原爆の針で体を突き抜いているもんですから、消化器官がですねやられてダメになってきてると。原爆の影響を調査するため長崎に入ったアメリカの軍人たちは、飯倉さんから被爆者についての情報を収集しました。原子爆弾を起こったら人間はどういうふうに変わっていくんだという、こういうところですね。爆心の真下にいるものはですね、これは強烈なる熱と爆風と、それから強烈な放射能に乗ってやられてしまうと、まあ、そんなようなことを話すと非常に喜んで、記録に速記みたいなのが脇にいてどん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 書いていくわけですよ。主人がいつも申しておりましたけど、もう戦争というものはもう本当にみんなが考えるようなものと、そのドラマとかそういうことでやりますが、あんなものではないんだと、もう絶対に書くはいけないと、よほど自分の体験から深くそういうふうに思ったんだと思いますね、はい、なぜこの木を取ったかっていうことよね。一人の医師が被爆直後の長崎を記録した8ミリフィルム。その映像には被爆した部下や市民を救えなかった無念の思いが込められています。